こんにちは。学習塾1945です。今回もやっていきます。まずはこちらの問題。一時停止をして解いてみてください。では、確認をしていきましょう。今回は前回と先月の復習ですね。ちょっとこの辺怪しいなって思った人は動画説明欄から復習をお願いします。で、カードの内容は外国船を打ち払えってことで、1825年の外国船打ち払い例の内容です。 でも17年後の1842年に内容が一変します。資料を見るとビビって恩便に帰ってもらおうってなるんですね。こうやって強い態度が弱い態度に変わった理由は絵ですよ。1840年のアヘン戦争が原因でした。ということで答えは出たわけなんですが、その他の選択肢は大丈夫でしょうかまずあの侵害革命なんですが、これは1910年代の話です。 新外革命は新外革命、つまり新を外した革命なんです。ちなみにこの頃日本では明治が対象になってました。で次はイノフランス革命なんですが、これは階段789の年です。そしてウの宗教改革は16世紀ですね。ま、あどれも今回の話とは関係ありません。てなわけで話は以上です。最後まで聞いてくれてありがとうございました。